さあそれでは今度は第2試合に移りたいと思います。上野原ヤングチーム、そして船橋というチームになります。さあ船橋対上野原のゲームになります。さあ今度はヤングチーム、グレバリー、ガウソ、そして山田、アゼラミ、そしてジョンポール・ロピア、この4選手がベンチになります。そして実況席には長谷川選手も来ていただきました。よろしくお願いします。終わったばかりで、よろしくお願いします。さあそれではこれから上野原ヤングチーム対さくら船橋ゲームスタートです。さあ解説長谷川さんですけども、さあまずは第1試合をお疲れ様でした。いやすいません負けちゃって、ちょっとあの相手のツーポイントが入っちゃって、よく決まってましたね。そうですね、でもあそこを本当にケアできないとやっぱり 3x3 はね、あの2点大事なんで。そうですね。さあこの第2試合こそ勝っていきたい上野原です。さあこの桜船橋も相当強いと聞いてますけどもね。そうですね、あの私見たことない外国籍の方今日初めて来てますけど、はい、だいぶあのバージョンアップして、うん、挑んできていただいてるんで、ね、はい、楽しみです。本当に実力を測るにはね、格好の相手だと思います。さあまずは選手権をどちらが取るか。ゴーゴーサンライズ。さあまずは、船橋か、しかファウルもありました。さあ立ち上がり、今のはシュート、地のファウルなんでフリースロー、はい、いきなり立ち上がりからファウル、フリースローを与えました。上野原サプライズです。先ほどの大接戦ではあったんですけれども、わずかに及ばず上野原サプライズは敗れました。いきなりエンドワンスロー決まってきました。さあまずは流れを掴みたい、決まらない。このインサイドのビッグマン同士の争いも非常に見応えがあります。ツーポイントは落ちる、しかしうわいいブロック、素晴らしいブロックですね。今のはナイスブロックですね、はい、さあ飛ばすちょっと合わないが、ワンフェイクかけてがしかファールがありました。24番選手のファールです。ファールなんでフリースロー1本ね。まずは3点を先行しています。坂倉船橋、ガウソを決めます。グルバリーガウソのフリースローが決まりました。1点。さあ、2ポイントシュートが決まる。棒を使ってうまく沈めてきました。5対1。さあ、早く見せていきたい。山田決める。さあ、3点を追いかけます。ここで山田が入りました。ゴーゴーサンライズ、ゴーゴーサンライズ。2ポイントシュートか、落ちる。さあここはディフェンス頑張りたい。ディフェンス、ディフェンス。さあ抑える。さあ山田、山田、山田の2ポイント、まだある、まだサプライズボール、戻して、このシュート落ちるが高い、高い、高い、ナイスリバウンドですね。いや高いですね、高いですね、ガウス選手ナイスリバウンド、ディフェンスがだいぶいいですね。ここもいいディフェンス、中に入っていく。あー、ここは歩いてしまいました。今のはダブルドリブルですね、はい、歩いてしまいました。さあ今は時間が2分経ちましたね。2分経ったところです。基本的に12秒内にオフェンスは攻めないといけないので、はい、1回ボールを持ってから1回2ポイントのラインの外側に出てからシュートに行かなきゃいけないという。今のは12秒バイオレーションで、はい、いいディフェンスでしたね。そうですね。
さあ今度は上原の攻め目になります。さあ中に入ってくる、いいシュート取りました。上原フェンスになります。グルバリーガーソルファールをもらってフリースロー、ショートですが自らボールを取ってボードうまくから高い非常に高いガウソのオフェンスリバウンドが光っています。あーこのままディフェンス、いやディフェンスいいですね、いいですね山田選手。さあデカミ、あデカミ10番あデカミまだある、あファール、うーおーファールでしょう。いやとにかくガウソのオフェンスリバウンドいいですね。彼はもう彼の仕事それだけです。2m3cm104kg マリ共和国からやってまいりました、背番号7番のグルバリーガウソ、一気に決めていきます。ここで船橋、中古しナイスですね、はい、すぐさま取り返したい。いやステップが軽い、ファールはない。さあ船橋守りたい守りたい守った。さあ一旦外に出てから攻守交代、さあ行きましょう。そしてまあ、これがね、バスケの醍醐味ですよね。いやー、いいダンクです。はい、さあ、またここも2ポイントですが外に出ます。上野原ボールになります。いや、上野原ディフェンスいいですね。いいですね。さあ、細かくメンバーを変えてこまめにね、こうやって選手交代をしていきます。そうなんです、さっき我々3人でやってた。そうなんですよね、非常に大変でした。さあ、インサイドリングに嫌われる。さあ船橋ボールになる。さあ5番も痛い。ここは激しく山田選手のファールを取られましたが、まああいうプレーは、ね、非常に大事ですよね。そうですね、ファールは個人ファールがないんですけど、はい、ファールしてしまうと相手に自動的にフリースロー2本いっちゃいますので。そうですね。さあここで、ね、ついていくいいディフェンス。いや読んでました中、オーファール、ファール。あれ今出てる、今は、はい、出てないんです、ね、出てないね。さあ残り6分になります。ちょっとね体育館の、いつもの体育館と比べてこういうスポーツコートは結構滑りやすくなってるんで、ちょっと滑りやすいね。さあ攻めていく。ここで2を狙うか、コーナーからまだある体を上げて、体が強いです。いいですね。さあ船橋を攻めていく。さあここ守る、ステップがいい、まだある。セカンドチャンス、いや、リバウンドを取ってますね。まだある。今度はインサイド。決まってきました。さあ、ディフェンスを頑張りたい。ずれている。さあ、10対7。まずは長時間が半分経過したところ。いいですね、選手の皆さんから自然に発生的に、ね、いや素晴らしい声が出ている。決まってきました。いいですね、ガウソ同い年コンビです。ガウソブロック、高い、ああ外に出ない。これはちょっとね、一回外に出なきゃいけないですよね。私が試合に出たら怒ってます、
まあ、ここが3人制バスケットボールの、ね、攻守交代の難しさもあります。そうですね、外出ないと、はい、からシュートを決めてもノーカウント、一度外に出ないといけません。さあディフェンスで粘る、いいディフェンス、いやディフェンスいいですよ。それをかわして、あーこれリバウンド取りたいですね。まだある、まだある、高い、高いです、簡単には打たせません。さあそしてこのシュートが落ちる、まだいい、リバウンド高い、ウェンドバーン、汗がみのエンドバーン。これが決まれば13点目ということになります。きっちり決めてきた高見、さあすぐ攻める船橋、ブロック、いいですね、燃えてますね。これはやっぱりね、皆さんにいい想像ですこのね、高さ生かしたプレー取っていく、一度外に出す、そして攻めていく、あ惜しい、惜しいプレーになりました。さあ点差は6点あります。残り4分、細かくパスをつなぐ、つなぐ、つなぐ、外に出て2ポイントを狙ってくる、しかし守りました上野原。ゴーゴーサンライズ、ゴーゴーサンライズ、アリウープ君もうさせない、まだある、ゴーゴー、うん、ここで攻守交代です。いいペースでまずは上野原サンライズ B チームに来ています、ヤングチームに来ています。さあ6点のリードがあります。ただ爆発力があるこの船橋チーム、見事カット、外に出てインサイド争い、いや落ち着いているが惜しい、あぜかけ惜しい、そしてオープン、2ポイントなってませんよ、上なってませんよ、なってません、一旦外に出す、高い、うわー手も強い、今のはファールを取られました、ファールですね、はい、ボールに行ったというね本人のアピールはありますが、13対9、よくリバウンドを取りました、いやナイスリバウンドですね、いいですね、オピア決めてきた、ツーポイント決まる、すぐさま拾い直して船橋の攻め、落ちる、いいですね、マイボールになります。10分経過するから21点選手だ、そうですね、もう上野原は15点なのであと6点、あと6点取ればノックアウトで、はい、勝利ですね。さあ一気に決めていきたい上野原サンライズ、ゴーゴーサンライズ。さあここ当たります、ディフェンス、あここ歩いてしまいました、今のはトラベリングですね、はい、ゴーゴーサンライズ、決めてきました、アゼガミリオン、あと5点、入れ返す、さあ食らいついていきます砂橋、華麗なステップからオピア、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 あと3点、18対11、ここでメンバー交代を細かくしていきます、相手チームも変わります、残り2分、さあディフェンス頑張りたい、いやかなり高さが目の前にありますのでね、打ちづらそうですね、そうですね、大丈夫です、オフェンスに損してます、あこのパスにはついてこれない、この辺りの連携を強化していきたい、2ポイントシュート、さあ反撃してまいりました、上野は残り3点です、この2ポイントは決まらない、まだ1分半あるのでまだ最後は分かんないですね、
残り1分半。うわ、カットする、注ぎ出す。さあ、山田、まだ高い。ナイスロー、ガウスを決める。インサイド争い。オフィア、どうだ、決まった。圧倒的でしたね。若いっす若いっていいですね。ヤングチーム見事な勝利になりました。21対13、ノックアウトで見事冬の原3大総合試合第2試合で初勝利やりました。